異常気象から身を守るため8回,8回目、えー。今度は台風、豪雨、津波といったものをですね、ちょっと検討してみたいと思いますが、えー、交通事故や火災を減らすのはですね、まあこれはやや人間が原因してますけども、天災はですね、ちょっと避けられないんじゃないかという気もしますが、私はやる気があれば避けることができると思っておりまして、そういう場合ですね、すぐ人間は非現実的かどうかを考えてしまうんですね。 自分ができる、できないを考えてみるんですけど、そうはもう考えずにですね、まず整理はするわけです。私は、あの、一つ一つしか考えられないという気持ちが前から強くてですね、あんまり複雑なことを考えないわけです。ですから、まあ、最初からそれができるかできないかとかですね、お金がどのくらいかかるかっていうのは考えずに、まずやるべきことを整理して、できないことは外すという方法をとります。 まあその方が頭がすっきりするっていう、まあ、そんな感じですね。方針を決めることができる。迷う人っていうのはい、いっぺんにですね、いろんなものを全部か考えるので、ぐちゃぐちゃしてきちゃうんですね、頭の中。えまず、台風の被害を避けるためにはですね、まあ簡単なんですけど、台風が来たら休むということですね。で、家にいるということですね。<laughs> それは簡単だって言われるかもしれませんが、私は今年2回やりました。1回目が台風8号ですね。7月でした。 仕事で石川県に行っとりましてそれから沖縄の那覇に飛行機で飛んで公演をして東京に帰るというスケジュールでしたが全部やめました沖縄の方に電話をしてですね申し訳ないけども台風が来てるので、えー、行くことができないもしああの沖縄に行くことができても沖縄から東京に今度帰ることができないかもしれない、まあ、いずれにしても多くの人に迷惑かけるので、えー、今度の沖縄入りはちょっと悪いけども やあのー、中止して次の機会にしてくださいということで、えー、7月の予定を9月に変えました。えー、それからもう一回はですね、えー、今これ録音してる時なんですが、台風19号ですね。えー、これは、えっと、920ヘクトパスカルぐらいで、まあ、日本に来るときは950ぐらいになってるかもしれませんが、日本列島を横断する可能性が強いんですね。まだ今はわかりませんけどね。 一応、名古屋から東京に行き、東京でテレビ出演して大阪に行くというスケジュールなんですが、これもお断りしました。今、お断りした直後なんですけどね。まだ台風来ておりません。だけどまあ、今日、今、あの、今年はこの2回だと思います。ずいぶん危険が減りますよね。だって、台風をして飛行機に乗ったりですね、雨の中をけんも歩いたりするわけですから、やっぱり怪我する機会もあるわけですよね。 で、実際にこういうふうに私、計画をこう、やめてもらうんですけども、えっ、ー、と、私はね、あの、それで、えっ、ー、と、人間的に揉めたとかですね、それから信用を失ったってことありません。むしろ信用は上がりますね。確実に、えー、武田先生が来てくれれば確実にやってくれると。まあ、こんなことになりますので、まあ、決して悪くありません。これがまず一つですね。それからもう一つはですね、私がちっちゃい頃は日本の家ってのはボロかったもんですから、 え、窓ガラスが割れたりですね、屋根瓦が飛んだりしたんですね。屋根瓦が飛ぶっていうのは台風では普通のことだったんですよ。それで、瓦職人が来て、あの、瓦に乗ってそれを補修するというのはしょっちゅうだったんですがね。今ではまあ、普通の台風で家が破損するってことはほとんどなくなりました。まあ、えー、そうでない昔の家にお住みの人もまだおられますから、早いうちに何とか、えー、近代的な家にするという以外にこれは方法がないわけですね。ですから、あの、家は大丈夫だと。 用事は断ると。まあ、いうことにしますとね。まあ、これは用事を断りますと金銭的なちょっと損害があるんですけど、まあ、それはそれでも仕方ないと思って諦めるわけですね。そこで、あと、台風で家の中にいて損害を受けるというケースはどういうケースかっていうと、低い土地に家があるっていうね。それから川のそばに家があると。海岸線に家があると。それから遮るものがない高台に家が建っている。それから崖の下と。まあ、この5つなんですね。 えー、かつてはですね、実は川が氾濫しますと、泥が一緒に来まして、低いところに水が溜まりますからね、浸水しますから。その時は浸水するんですが、何回か浸水してるうちに、その低いところが平らになるわけですよ。これが中積平野ですね。平らです。だから、あ洪水がなくなって、えー、だんだん浸水しなくなるんですけども、最近は堤防が発達してて、第一に川が氾濫しないと。これはいいことなんですけども、 それから氾濫してもですね、土砂を片付けてしまいますので、現状ではもう低い土地は低いままなんですよ。低い土地がだんだん高くなるってことがなくなっちゃったんですね。ですから、低いところには住まないっていうことなんです。いや、そんなこと非現実的だよと、自分は低いところに住んでるからという人がおられますが、私は長い人生でできるだけ少し高いところに住むようにしてるんですよ。常に少しだけ高いところに住むようにしてるんです。例えば、住宅ですとね、 やや坂の途中とかですね。ちょっと小高い方とかですね。マンションですとね、1階にはできるだけ住まずに、3階から5階ぐらいにできれば住むと。まあ、こういうふうにしますとね、えー、現実的には低いところに住んでないという状態になりますので、浸水の危険性はほとんど人生ではありませんでした。えー、それからですね、川のそばはやっぱり危ないんですよね。だけどもね、川のそばっていうのはね、すぐ避けられるんです。っていうのは、川が氾濫してもですね、 1>, 1メートルを超えることはまずないんですよ。もう1メートルを超える氾濫が起きる。まあもちろんね、川の形が谷みたいになってるときは別なんですけど、そうじゃないときはですね、まあいわゆる普通の住宅地に住んでるときは、氾濫したものが1メートル高さを超えるってことはまずないんですね。ですから、まあ1メートル以上のところに住むっていうのは割は簡単なんですよ、これ。それから海岸ではですね、まあ 台風の時の風と雨が海岸特にひどいですからね、日本の場合は。津波もありますから、標高で言えば10メートルぐらいあれば OK です。だから大体自分の住むところが10メートル。もし10メートル取れないで5メートルぐらいだったら2階に上がれば10メートルぐらいと。まあ、いうところでしたらね。<laughs> まあ、よほどの場合がない限り大丈夫と。<laughs> いうことですね。じゃあ、高台がいいじゃないかっていうと、高台ちょっとまずいんですよ。 <laughs> 特に山の上ですね、例えばこう住宅地で坂をずっと登って、ですね一番上は買わない方がいいんですよ。<laughs> っていうのは、ですね高台は風が強くて、それでその下の方も得てして崖崩れすることもあるんですね。<laughs> これは第二次世界大戦の後、アメリカ軍が沖縄来た時ですね。住民が谷間に住んでるのを見て、あいつら、なんで谷間なんか住んでんだと。せっかく景色がいいとこにある、と,とこなのに、高台に宿舎を建てましたらね、次の年の台風でアメリカ軍の宿舎が全壊してしまったっていうことがあるんですね。つまり沖縄の人はよく自然を知っておりまして、自然に逆らわず住居をずるずると安全なところに移してきてたわけですね。 だから、あの、それでですね、私の感じでは、えっと、地面の値段ですね、土地の値段っていうのはあんまり変わりません。崖の下でもそこからちょっと離れても、ま、駅から何分なんていう方が、結構土地の値段には影響があるんですね。ですから、1分ぐらい長く歩いてもですね、崖の下とか、山の頂上とか、山の頂上つうとなんかそんなところに家があるのかっていうか、そんなことないんですよ。ちょっと丘がありますとね、丘を切り開いて作るときに、丘の中腹だったらいいんですけど、 他の一番上っていうのは結構あるんですよね。ということでどういうことかって言いますと、川や海のそばではなく、少し土地の標高が高いところで、まあ、崖には近くないというところに家を移してですね、そこでできるだけ火を使わずに家の中を整理整頓し、出かける時には事故多発地点をあらかじめ調べておいて、そこに近づかないようにするという習慣をつけますとね、 もうこれは大体台風地震、あの、台風あの、津波、川の洪水、床上浸水、火災、交通事故ってみんな防げますからね。これはもう格段に、えー、安全ですよ。ええー。それで台風とか豪雨の被害をテレビで放送しててもですね、あ自分のところは大丈夫だな、という感じで人生を送れますから、とても気楽ですよね。しかも日本の人口は今少しずつ減っていますから、 え、まあ今まではまあ人口が多いからしょうがないから危険なところに住んでたっていう人もいますけどね。まあ自治体なんかはできるだけそういう危険なところの住宅を何らかの関係で圧っしてあげたりしてですね。そして安全なところに少しずつ時間をかけて移動して、まあそういうところは畑とかですね、まあ公共施設とまあいうようなものにしていくと。そういうあの都市計画もまあ必要だろうと。まあそういうふうに思います。もちろん、 ここはあの、個人でと、もう政府とかそんなの当てにしないということで、政府自治体を当てにしないで個人で、守るということを主眼にしておりますが、まあ都市計画なんかでさらに安全にしてもらえばと、そんなような感じです。